こんにちは、アルです。皆さん突然ですが、この後ろにあるインクってどういう風に書いたと思いますか？なるほどなるほど。一個ずつね。例えばポツ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 みたいな感じで書いたっていうことですかね。なるほどなるほど。はい、実はね、僕これ一瞬でビャッと書いたんですよ。というのも、ある調査をしていた時に見つけた方法でして、すげえなーと思ったんですけども、ちょっとじゃあその様子を見てみましょう。じゃじゃん。97本のパスタさん、ありがとうございます。今日の調査の追加検証をお願いします。ミリチャージでも壁が濡れましたが、フル茶だと壁に当てなくても壁が濡れました。前やった調査なんですけど、ちょい押しだと壁が濡れなくて、チャージすると壁が濡れるっていうのをやったんですけど、これが、壁に当たってなくてもフル茶だと濡れましたか。だっけ、こういうことだね。ちょっと待ってね。これ壁に当たってなくてもってどういうことだろう。これ当たってなくても、でも当たるか当たらんかはちょっと難しいよね、壁って。どうしてんだろうな。だってこれ当たるもんね。こういうことかね。なんか、ちょっとかすった程度に、かすっ、ああ、これかな？これなのか？ちょっとこう、シュイシュイ、このちょいちょいちょい押しだと濡れんじゃん。でも同じように、ああ、これっぽくない？多分、これだね。このギリギリを攻めれば、じゃーん！ほら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 。濡れるってことかな？だってこの、チャージじゃないやつだと濡れてないです。フル茶にすると、すげえ。トン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 。すごいね。斜め上にやってもいけるかな？ほい！あ、いけてる！すげえ。なんで、斜め上に点点点点って塗りたかったら、これですよ。え、すごくないこれ。オッケー。はい、という感じで、すいません、ローラー持ってたりとかしたのは、ちょっとね、カモフラージュだったんですけども、実はね、チャージャーでかけるっていうね、のを発見したんですよ。まあ、これ多分、発見したというより教えてもらった、多分こういうことよね。さっきの依頼の人。壁に当たってなくても濡れますよって書いてあったんですけど、ちょっとよくわからんかったけど、こういうことなんかな。壁に当たってなくてもフル茶にしたら、この、ほら、トトトトンってなるじゃん。で、これを利用して、ちょっと斜め上に向かって、ジャーンってやると、トトトトンってね、なるんですよね。これリッターでもやってみようか。リッターだったら端から端まで行くんじゃない？そんなに長くないか。オッケー。これで完全にくっついちゃうと、ほら、なんか、ドゥルドローンってなるけ。ちょっとくっつきすぎずに、壁と平行な感じで、じゃーん！うわ、いいねー。トン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 。うわ、最後ドゥルドローンになったわ。ドゥルドローンになったけど、実はこういうことができるんだね。あ、これ、ここでもできる？これで、これは難しいか。ちょっとこっち側の壁は難しいね。こっちでこう、ほら平行にして当たらんように、じゃーん！あ、すげえ！足元も、てん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 。なんで君ないんだ？てんてん。な、ちょっと待って、ちょっと待って。足元見てよ。てん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 。なんでないんだ？てん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 。なんでないんだ？一個だけないぞ。よし、ここはちょっと再現しよう。ピッ！うわ！一個だけでいけ。っていう感じで、これ面白くないですか？まあ、使い道はないのかな？もしかするとないのかな？いや、綺麗な模様が描けるじゃん。こうして。ちょっと待ってよ。綺麗な模様を、マイン。バイーン。バイーン。ほら。一瞬で綺麗な模様が描けますよ。
オッケー。皆さんも友達に教えていきましょう。オッケー。じゃじゃん、化け物さん、ありがとうございます。アルさん、こんばんは。毎回楽しく見ています。ありがとうございます。小ネタですが、大判タコスタンプのキャタピラの裏を見ると、なんと、パンティが、知ってたらすいません。調査お願いします。縁画町駅が見やすいです。オッケー。じゃあ、ちょっと見に行ってみようか。パンツだね。縁画町駅ってどこだ？あ、これだね。安から逃げて縁画町駅、登りつつゴールせよ。確かオクトにはここにしかおらんやな。はい、あ、いましたね。タコスタンプ。あれのですね、これちょっとリターンズになるんですけど、ナイスリターン。ちょっと見に行きましょうか。500円。あいつを倒して後ろから見ると、パンツが見えるっていうね。オッケー。ん？あーだー。オッケー。あ、やべやべ。やべやべ。間に合うか？間に合うんだねー。うわーっと、ちょっとしか見えんかったな。もうこの個体は、前には倒れないか。あそこの、彼を見に行こう。ジュイーン。彼かな？彼女かな？どっちでもいいか。タコだ、タコ。ピューン、ピューン。オッケー。これで倒します。で、こっち行きます。で、ほらほら、おーっと。で、ここでもう一回倒れてもらいますね。じゃーんと、ほら、これパンツ？あ、パンツだね。パンツだね。うわ、危ね。よく見てみよう。他のところにはパンツは書いてない。ここだけか。黒いね。じゃーんとね。はい、リボン付きです。で、実はこれ黒いじゃん。これ、ここ黒いパンツじゃん。確かね、白いパンツも見れるんですよね。じゃあちょっと見に行ってみましょうか。それは、オクトではなくヒーローモードで見れます。このコマンダーの要塞におった気がするんだよね。必殺、てんてん塗り、てんてんてん。オッケー。ヒーローモードでもできます。はい、あそこにいますね。ちょっと見に行ってみましょう。はい、ほら、あ、白いね。はい、シャン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 。気づいたか？これで、後ろに回り込んで。ほら。オッケー。にっこり。じゃじゃん。セラさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。試し打ち場にパイロンあるじゃないですか。アイロンじゃねえ。アルさんはパイロンを浮かせる方法知ってますか？やり方、パイロンに向かってポイズンを投げる。ちなみに、ブラスターで攻撃すると、パイロンがポイズンの中で暴れ回ります。採用お願いします。中学校終わったらいつも見てます。2だね。これパイロンって呼ぶって2だね。いや、なかなかおらんよ。コーンじゃん。みんなコーン呼びじゃん。これパイロンでも合ってるんですけど、どっちでもいいんですけど、パイロンって呼ぶなかなか2だね。ちょっとやってみましょうか。これはね、リターンズなんですけど、ポイーンってやったらね、ポイーンって、こう出ようとするんで、それをね、お前たち出るんじゃないよー言ってね。出るんじゃないよー、ポイーン。で、角に追い詰めると、浮くよっていう。だけど、この辺か。この辺が一番浮くのかな？これ。ほら。浮いてる。ワン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 。で、ブラスターでやると暴れ回る。ホットブラスターでやってみようか。君も、行きな。よし。ナイス。ナイスポイズン。ナイスポイズン。ほら。ドギョーン。そんな暴れてねえな。オッケー。っていう感じで、パイロンにちょっと惹かれて、リターンズしました。オッケー。結構ね、コーンネタはね、いろいろ、やってはいるんですが。もう通用せんよ。みんな、
これからコーンのことをパイロンって呼んだら採用されると思ったら、それはちょっと違うぜ。OK? 他の通なことを言いましょう。スプラあるある行ってみましょう。じゃじゃん。パルパラさん、ありがとうございます。スプラあるある、縄張りの初動、どこも塗られていないからどこ塗るか迷う。なるほどね。そうだね、始まった瞬間、こう、味方が行ってないところを行かんとね、効率が悪いけ。ね、味方がどう行くかな、とか、あとは最初の立ち位置ね。こう、4人、1、2、3、4ってこう、なっとるじゃん。で、一番端っこだったら、まあ、こっち側担当するかな、とか。で、こっち、一番端っこにおるのにわざわざこっちに行ってやるってなったら、それこそね、ちょっと効率が悪かったりするんで、で、そっち側におる味方とかもね、なんでこっち来んだよってなるけ。そうだね、立ち位置とかで決めてるかな。OK! じゃじゃん。たかしーさん、ありがとうございます。スプラ RR、曲者めっちゃ当たると思ったらバブルだった。これあるよね、めっちゃパパパパパパって音がするけ、OK、OK! ってやりよったら、実はバブルがあってね。バブルとか、その変な、なんかがあって、敵に当たってなかったっていうね。悲しい事態ね。あるある。OK! OK! アオルちゃんへのお背のままにのイラスト紹介コーナー行ってみましょう。今日はこちらの方です。じゃじゃん。チロマルさん、ありがとうございます。ああ、かわいいね。ショッキングピンクのアオルちゃんだね。アオルちゃんのお背のままに、背景のハートとかもかわいい。あ、これあれだね。塩辛亭の台に座ったんかな。いいね。今日の武器は何なんだい。今日の武器は何なんだい、アオルちゃん。せい、ローラー、せい、ローラー。ローラーって言ってくれなかったな。オッケー、ありがとう。はい、という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。アオルちゃんのお世話にとか、イラスト、スプラトゥーンのね、イラストを募集しておりますが、そちらがね、ツイッターで募集をしておりますので、ツイッターない方はどうしようかなって今考えてるんですが、一旦ね、ちょっとツイッターしか画像をもらったりする方法が今んとこないんで、ツイッターやってる方はぜひ書いていただけたら紹介をさせていただきますのでよろしくお願いします。OK! じゃあねー、バイバイ、バイバイ、バイバイ、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 バ